武士というものがまだ存在していた江戸の世、百人斬りと呼ばれた不死身の男がいた。百人斬り、嘘か本当か、嫌と言っても教えてやるよ。その男の名は万事。五分でわかる無限の住人イモータル。国中のあらゆる流派を統一することを目指し、剣の道を極めんとする集団一刀流。残るはあなただけです。2年前、当主あの津景久率いる一刀流に両親を殺害された浅野凛は、父親の墓石の前で復讐を誓っていた。家族の墓か。そこへ八尾国と名乗る不思議な老婆が現れ、凛に助言をする。娘や用心棒を雇え。その用心棒こそ百人斬りの異名を持つ不死身の男万事のことであった。お願いします。この通り頼みます。復讐のために全てを投げる覚悟はあるのか。凛に亡くした妹の面影を重ねてみた万事は、仕方なく手を貸すことに決める。死んだ妹に似てるなお前。一刀流を探す手がかりがない凛は、偶然立ち寄った研ぎ屋で盗まれたはずの父の刀を見つける。その持ち主は一刀流の剣士真月タイトであった。女、何をしてる。万事は刀を取り戻すため真月に決闘を申し込む。死の利があった真月が有利かに思われたが、死闘の末引き分けに終わる。楽しい夜だったよ万事さん。復讐の旅を始めた二人のもとに一人の女が姿を現す。名を音の立花蒔絵と申します。類まれなる剣の腕を持ちながらも遊女として身を落としていたが、いずれあなたは私のものになって、影下に見受けされ一刀流の刺客となっていた。おかく。万事を襲い圧勝するが、万事をかばう凛を見てとどめを刺さず二人の元から去っていった。一刀流の剣士数十名を、一刀流が幕府お抱えの一門となることが決まり、新番頭の羽柿鍵村が影久のもとへ訪れていた。しかしその頃、各地で一刀流の幹部が狙われ始めていた。万事と凛は影久暗殺のため無外流を名乗る4人と手を組むことに。そこへ影久が江戸を抜け加賀へ向かうとの情報が入り、一同は抜け道となる街道で待ち伏せをする。あれで間違いなさそうだね。しかしそれは一刀流の罠であった。目の前にあるのは全部俺のおもちゃだ。一刀流の刺客に対する残虐非道な行いに耐えきれなくなった凛は白に刀を向ける。同じだあんた、私と恨んでる連中と。そこに万事が現れ白の右手を切り落とす。辻斬り。白による辻斬りの疑いで万事と凛は手配され、関所を抜けることができなくなっていた。しかし凛は知り合った飯盛り女からその手段を知り、関所の突破に成功する。一方、関所を通ることができない万事の前に真月が現れる。なんでてめえがここに。真月は馴染みの女郎を殺した男を探していた。白じゃねえか。そんな柄の着物を着てたんだよ3日前おれんをやったやつさ。なんとか手形を入手し、互いの目的のため旅の連れ合いとなった二人の前に再び白が現れる。その風貌は激しく変わっていた。自分の己の肉体を改造し万事との再戦を望んでいた。お前の相手はこれだ。しかしその眼前に真月が立ちふさがる。接戦の末真月は白に勝利する。一方凛は行き倒れていたところを影久に助けられていた。そして新行刀流に追われる影久と行動を共にすることに。お前にはすまないことをしたな。その道中、敵として一人の人間として影久と向き合っていく凛。破傷風にかかり衰弱していく影久を殺すことができずにいた。そんな矢先、二人は新行刀流に見つかってしまう。あの影久。あれ、おい凛。万事さん、お願い、ここにいる全員今すぐ切り殺して。
反撃できなくなった二人の前に万事と真月、そして蒔絵が駆けつける。すべてが片付いた後、凛は影久に申し渡す。あの塚影久、一刀流が最後どこに到達するとしても待ってあげるわ。抗うのか滅びるのか、そして結論が出た時に私があなたを殺しに来る。それは覚えといて。万事と凛、そして一刀流、無限を生きる男と限りある命を燃やし生きた人々の物語。無限の住人イモータルは絶賛放送中。